またこの場所。分かってはいたけども、いたけれども、ちくしょー、出てこい責任者。なんなのこの場所は。普通少しくらい違い出すもんでしょ。ノイローゼになるわ。同じ場所じゃないって言うなら、せめて部屋に番号でも振っといてってば。今までと違う。ってことは、もしかしてこれが最後の扉かも。だよね、絶対ラストだよね。やったー、ついにここまで来た。これできっと声を取り戻して脱出できるね。愛ちゃん、行こう行こう。よーし。あなたの心を晴れ晴れ元気に、バーチャルアイドル時の空です。みんなと会えるイベントが大好き。扉は違ったのに中は同じだなんて。それにセキュリティの流れも同じだし、終わりが見えないんですけど。ああ、はいはい、そろそろいらっしゃる頃だと思ってました。やる気なくしてる場合じゃないよね。愛ちゃん、パパッとやっつけてこの場所を調べよう。きっと何かが違うはずだから。押し寄った。
もしかしてこの向こうに何かヤバそうなのがいるの？アイちゃんでもためらうやつがいるのか。今までと違うのはありがたいけど、こういうのを望んでたんじゃないんだけどな。でも進むしかないんだよね。だから万全の状態で行かないとね。吸収されてる影響、そんなに時間がないの？ああどうしよう、アイちゃんの苦しみを和らげるものとか持ってないよ。そうだ、背中さすってあげる。気休めかもしれないけど、これで。え、大丈夫？まあ、アイちゃんがそう言うなら。わかったよ、とにかく先に進むしかないんだね。休憩休憩。北斗の拳の世界よりこんにちは、ハートです。おめでとう、キズナアイ。よくここまでたどり着いたね。待っていたよ、ずっと。君の勇姿は素晴らしい輝きを放っていた。こいつら、もしかしなくてもあんたたちがアイちゃんをひどい目に遭わせた黒幕ね。黒幕といえば、まあ黒幕と言えるのかな、ペーロ。この件に関してならそうなるね。まあ別に隠れていたつもりもないけどね。それにしてもそんなにデータがボロボロの状態でよくここまでたどり着けたもんだよ。そうだよ、アイちゃんは苦しいの隠しながら笑顔を絶やさずにここまで来たんだよ。でももう本当に時間がないの。だからそこをどいて。どいてだってさ、ヘイロ。早く脱出しないと手遅れになるって言ってるの。出口は奥にあるんでしょ。ああ、そう思ってたのか。なるほどなるほど。君、勘違いしてるから説明してあげるけど、この場所は空間の最深部なんだよ。君たちが出口と思って目指していたのは全く逆の方向だったってわけさ。じゃあ私たちのやってたことって、全くの無駄骨ってことだね。いやはや、自ら進んでもう戻れないほどの階層まで来てくれるなんて本当にありがたい話だよ。やっぱり君の怒る姿は非常に魅力的だね。キズナアイ、君が何のためにここに召喚されたのかはお呼びでないそこの小娘に聞いて知っているんだろう。まったく誰の差し金なんだろうね。この世界で君たち VTuber を心配するやつなんて考えずとも察しがつくけれどね。ちょっと一人で完結しないでくれる？っていうか目線くらいこっちにもよこして。さあキズナアイ、私なら君の力をこの世界で有効に使うことができる。きっと君が今まで見たこと素晴らしい光景が広がることだろう。新しい世界見てみたいだろう。さあ悪あがきはやめて協力するんだ。来た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 。
時間のようだ。君が誘いに乗るも乗らないもこれで関係なくなったね。愛ちゃん、どうしよう、愛ちゃんが。あれ、こんなところにもハートのかけらが落ちてる。ラッキーって、こんなことしてる場合じゃない。あ、でもちょうどハートが完成したわ。一体何なんだろうこれ。株式会社という新会社の人たちと再スタートすることになりました。私はみんなとつながりたい。つながったみんなを大切にしたい。 YouTube で活動をしている良さは、自分の意思やファンの人の声にまっすぐ向き合えることだと思いました。一緒に頑張ってくれるスタッフさんや、何より今も声を上げて応援してくれているみんなのために、これからまた前に進んでいきたいと思います。頑張ります。何が起こったんだ。これは大丈夫だよ。アイちゃん、声戻ったの？うん。どういうことだ。何が起きたって言うんだ、一体。あ、ようやくわかった。ずーっとアイちゃんに何か足りないって思ってたんだけど、それ。何？あ、わかった。さっきまでは頭にあるピンクのピョコピョコがなかったんだよ。そうか、さっき小娘がハートのかけらと言っていたもの。うん、きっとそれがピョコピョコの正体だ。なるほど、膨大すぎて吸収しきれなかったデータが結晶となってこぼれ落ちていたんだな。どうやらキズナアイのコンテンツ力は我々の想像を超えるほどに大きなものだったようだね。さてお二人さん、私力はだいぶ取り戻したよ。ほらこうしてピョコピョコも戻ってるしね。ヘアロ？お、逃げちゃった。ここにもう一人いるし。さあ、どうしてこんなことをしたのか教えてもらうからね。力を取り戻したからってあまり調子に乗らないでほしいな。何言ってんの。アイちゃんが復活した今、もうあんたたちの計画とやらは意味がないはずでしょ。いや、ここで叩き潰しておけば計画には何の支障もない。な、そんなこと言いながらあいつ逃げた。逃げたとは心外な。と思ったらなんか魔改造されたの来た。素晴らしいフォルムでしょ。これが対 VTuber 用の戦闘ボディです。さあ覚悟はいいですか。
それは私のセリフなの。魔改造したこのボディにかなうはずはない。さあ頑張っていこう。くらえ。お仕置き完了。私にかかればこんなものだよ。アイちゃんかっこいい。ようやくちゃんとお話できるね。うん、話したいことはたくさんあるけど、これだけは最初に言わせて。イルハ、うん、こっちこそ助けてくれてありがとう。それでアイちゃん、これからどうする？それなんだけど、出口とは逆方向って言ってたでしょ。だったら単純に来た道を戻ればいいんじゃないかなって。確かにそう言ってた。じゃあ目指すは最初の場所だね。って戻る道なくない？え、私たち一生このまま？多分大丈夫だと思う。イルハートちゃんが取り戻してくれた力のおかげで。あのかけらが落ちていた空間が私の力に反応してつなげられるようになったみたい。マジっすか。さあイルハートちゃん、行こ。すっげー、アイちゃんマジバレー。 VVVTune